次々に発売されているライドケミートリカ、コレクションしてると大量に溜まってきますよね。まあ大抵ね、全種類1枚ずつぐらいはね、このようにね、バインダーに入れてると思います。で、特にレアなカードはね、このようなスリーブに入れたり、このようなカードローダーに入れて保管している人もいると思います。さて、このようにね、たまりにたまったあまりレアじゃないカード、こちらはね、皆さんどのように収納してるでしょうか。コレクション魂、天野ライダーです。はい、ということでですね、今回は仮面ライダーガッチャのライドケミートリカ、これがね、大量に余ってきた時にね、何に収納していこうかと思ってるんですけども、こちらよくあるね、こういうカードケース、まあ、こんなのに入れてもいいし、あとはね、100均でこのようなね、ボックスが売ってるので、このようなやつにね、入れてもいいと思うんですけども、まあ実際に入れてみるとね、こんな感じだったり、こちらのケースだとこんな感じでね、縦に入ったり、横だとこんな感じ、そしてこちらのケースだと横にしか入らないんですけども、このぐらいね、たくさん入ります。ただしね、このようなボックスだと、まあ、収納できるね、カードの枚数もちょっと少なめっていうのと、まあ、収納に困るんですね。このようなやつだとね、まあ、なんか積んだりだとかなかなかできないし、これもね、積んでっちゃうと下から出すのが結構大変そうなんですよね、こういうやつね。で、今回ね、僕が買ってきたのはこちらですね、ダイソーのアタッシュケースってやつ、 A4 サイズですかね、300円、これにね、入れていこうと思うんですね。はい、じゃあね、ちょっと実際に入れてみよう。はい、こんな感じでね、横に3列で収納できます。ちょうどね、高さもいいんですが、収納してこう蓋を閉めようとするとカードの端っこが当たったりだとか、横にね、ずれちゃうとこういうところがね、混ざっていっちゃうんですね。なのでちょっとね、これを改良してね、収納したいと思います。はい、ということでね、今回このようなものを買ってきました。これね、ダイソーさんで売ってる、まあ、この3枚っていうね、間仕切りボードですね。今回この高さに合わせて6センチっていうのをね、選んできました。このようにね、途中でこう切ったりしてサイズをね、変えることができるんですね。はい、このようにね、3枚こんな間仕切りボードが入ってるんですが、これをね、横だとか縦だとかね、このようにしてサイズをね、調整して組み合わせたいと思います。一袋ではね、ちょっと足りなかったのでね、もう一袋分開けます。はい、こんな感じにね、仕切ってみました。まあ、このようにね、クロスして組み立てるんですが、どうしてもね、こちらに余分なところを作らなきゃいけないので、こんな感じになりますね。まあでもね、こちらでね、ちょうどカードが表に出てこないということでね、ちょうどいい感じがしますね。で、横もね、まあちょうどカードのサイズから考えたらね、このぐらいのスペースにするとちょうどいいかなと思って、このようになりました。じゃあね、実際に入れてみましょう。はい、こんな感じでね、ちょうどいい感じですね。まあ若干ね、収納できる数は少なくなっちゃうんですけども、このようにね、仕切りがあることで横にはみ出したりしないので、隣のカードの列とね、混合しないようになってますね。はい、そして締めていくと、ここもね、手前でカードが引っかかることがないですね。はい、こんな感じでね、このようにずれないですね。これだとね、本棚とかにね、そのまま入れることもできますね。で、さらにね、ちょっとこれに何が入っているかっていうのをね、分かるように僕はね、このように箱をばらして挟んでおくと、このようになっているとね、どの種類のカードが入っているか分からないんですけども、こちらにね、こんなことをしておくと、どの種類がね、入っているかっていうのをすぐ分かりますよね。はい、こんな感じでね、皆さんも、これな真似してもらってもいいですし、まあ他にもね、いろいろ収納のやり方はあると思うんでね、いろいろ考えてみてください。それでは最後まで視聴していただきありがとうございました。もしよければ高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では、次回もコレクション魂。バイバイ。